こんにちは。サンドのささよりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。以前このチャンネルでは特撮キャラの名前ネタ解説と題して、戦隊メンバーのイニシャルをつなげると特定の言葉になるとか、デカレンジャーの面々の名前にはお茶と推理作家が織り込まれているといった話を紹介しましたが、今回はその範囲を広げて特撮作品の登場人物名のほか、敵キャラの名前など様々なネーミングに仕込まれた小ネタを解説してみたいと思います。それでは行ってみましょう。ライダーだらけの天の川学園。先日の特撮キャラの名前ネタ解説の動画で取り上げたように、仮面ライダーフォーゼに登場する仮面ライダー部の部員たちの名前には、歌星健吾は本郷武志、大文字俊は一文字隼人など、昭和の七人ライダーのアナグラムや文字入りが仕込まれていたのですが、実は彼ら自身のみならず、その関係者として登場したゲストキャラの生徒たちにもそれぞれ元ネタの昭和ライダーと縁の深いキャラの名前が織り込まれているのはご存知でしょうか。わかりやすいところでは、 V3 風見四郎をマージュした風代美優のサイドキックス佐久間珠恵は、 V3 に登場した佐久間健玉純子の名字の混合、同じく重野純は玉純子茂兄弟の名前を組み合わせたものでした。続いてライダーマンの結城ジョージをオマージュした城島優希が、グリークラブで関わった阿部純太片桐平の2人は、デストロンの犠牲となった結城ジョージの助手片桐二郎、平徹、阿部誠二の3人に由来しています。このうち平と阿部は平山徹、阿部誠二両プロデューサーから取った名前なので、さしずめオマージュのオマージュと言えますね。さらにアマゾン由来の野沢智子が関わっていたゴスのメンバー宇坂律子は、アマゾンの高坂教授とその姪の岡村律子を、同じく岡村正美は律子の弟の岡村正彦に由来していました。面白いのが残る一人の倉持ゆりで、これはアマゾンに味方したモグラ獣人のモグラと、その鳴き声のチュチュンをもじったネーミングなんですね。モグラチュン、クラモチユリということで、よく考えたなぁと思います。この他、後にライダー部員となる草尾春もスーパーワンの草波春美に由来しているようですし、これ以外にも探せばまだまだ出てきそうですね。ジャカンジャの曜日モチーフ。スーパー戦隊シリーズの敵キャラクターには車用語が入った暴族、海に関連する言葉が入ったバルバン、お金の単位が入ったロンダーズなど、様々な名前ネタが仕込まれていることが多いですが、中でも綺麗に揃ったネーミングとして有名なのが、忍風戦隊ハリケンジャーに登場した宇宙忍軍ジャカンジャの幹部暗黒七本槍の面々。7人という人数からも予想がつくように、彼らの名前には各自のモチーフと同時に曜日の英語名が織り込まれていました。一の槍フラビージョは金曜日のフライデー、二の槍チューズーボは火曜日のチューズデー、三の槍マンマルバは月曜日のマンデー、四の槍ウェンディーヌは水曜日のウェンズデー、五の槍サーガインは木曜日のサーズデー。当初から登場していたこの5人の時点で、もちろん視聴者は曜日モチーフに気づいており、残る2人はどんな名前になるのか楽しみに予想していた方も多かったと思います。そして中盤から登場した6の槍サタラクラは土曜日のサタデー、7の槍サンダールは日曜日のサンデーという構成で、最後まで納得のいくネーミングに視聴者は得心したのでした。余談ですが、先ほどから画面に出しているレンジャーズストライクのカード、この暗黒七本槍の面々に関しては、必要パワーの数字とコンビネーションナンバーが各自の番号に沿っていて綺麗だったのですが、惜しいことに顔出しキャラのフラビージョとウェンディーヌは最後までカード化されずじまいだったんですよ。彼女たちのカード化が実現していれば、1の槍から7の槍まで並べられたのに、というのが、レンストユーザーとしては、ちょっと心残りですね。SF 三昧のウルトラマンジード。ウルトラシリーズは、東映作品と比べると、こうしたネーミングの遊びが仕込まれることは、それほど多くはない印象なのですが、珍しく、登場人物の名前に、がっつりネタを仕込んでいたケースとしては、ウルトラマンジードが挙げられます。作家のおついち氏が、構成とメイン脚本を手掛けた本作では、主人公の朝倉陸をはじめ多くの登場人物が著名な SF 作家の名前をもじったネーミングになっていました。ウルトラマンジードこと朝倉陸の由来は、幼年期の終わりなどで知られるイギリス出
出身の作家アーサー・C・クラーク。リクの名付け親である朝倉スイの名前もアーサー・C・クラークの C の文字入りで、初期案ではこちらが主人公の名前として検討されていました。ヒロインのトバライハは SF 界の長老と呼ばれたアメリカのロバート・A・ハインライン。両親の名前のダンジとスズミもその代表作夏への扉の登場人物ダンとベルから取っているようです。 AI のレムは20世紀最高の SF 作家の一人として知られたポーランドのスタニスワフ・レム。 AIB の相崎モアさんはロボット三原則の生みの親としても有名なアメリカのアイザック・アシモフ。ゼロと一体化するイガグリ・レイトはオーストラリアの覆面作家グレッグ・イーガンで、奥さんのルミナさんと娘のマユちゃんも彼の作品のルミナスとマユに由来しています。そして作中でも SF 作家である敵役の福井デケイはアンドロイドは電気羊の夢を見るかなど多数の著作を残したアメリカのフィリップ・K・ディックから取ったネーミングでした。この他にも多くの登場キャラにこうした遊びが仕込まれており、 AIB のシャドウ星人ゼナはアメリカの女流作家ゼナ・ヘンダースン。銀河マーケットのクメハルオはハード SF の先駆者と名高いアメリカのハル・クレメント。編集者の大隅ジョージは主に外宇宙を舞台とした作品で知られたアメリカのジョージ・オースミス。ノンフィクションライターの石狩アリエはフランケンシュタインの作者として有名なイギリスのメアリー・シェリー。第5話に登場した小珍獣ルナーに付けられたモコという名前はライトノベル作家の草分けと言われた日本の荒井元子が由来でした。さらにリトルスターの設定自体もクラークの幼年期の終わりを元にしていたり、西雲荘の真の姿ネオブリタニア号も E.E. スミスの小説レンズマンに登場する宇宙船ブリタニア号に由来していたりと、作中の随所に SF ネタが散りばめられており、特に SF マニアの方なら毎回元ネタを推理するのが楽しみだったでしょうね。ということで今回は特撮ネーミング回来の第1弾をお送りしました。最後に宣伝ですが、当チャンネルのメンバーシップでは解説動画の全シナリオの公開や私自身の特撮の思い出を語る限定動画など皆様にお楽しみいただけるコンテンツをいろいろとご用意しています。興味のある方はぜひご加入をご検討いただけますと幸いです。なお今回取り上げた以外にも幹部や怪人の名前が SF 映画のタイトルの文字入りとなっていたゴセージャーのウォースターや登場人物の名前が四字熟語に由来していたダイナゼノンなど面白い小ネタが仕込まれた作品は数多く存在しています。この動画が好評であれば今後第2弾第3弾と続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいネタのリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見お寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらも良ければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。